い出すね、いろんなこと思い出します。本当楽しかったこと、本当ね嬉しいです。本当ここもあるね、傷がそのまんまいっぱいなんぼざわついてても、高尾さんはピタッとトンプ一杯ずつ丁寧に真心込めて作るんですよね、うん、それであのシェイクするのでも目をつむってね、で最後フィニッシュをこうしておくんですよ。ありがたいね、本当思い出しました。意外になります。これからもやっぱりこの伝統をですね、しっかりと後世にもつなげていきたいと思いますし、我々その責任があるかと、露口さんのこの伝統をつなげていくっていうのは責任があると思いますし、でカウンター並びにですね、こういう調度品を、提供していただいた本当に朝子ママ、高尾マスター、露口、本当にありがたいなというふうに感謝しております。